写真拡大。メキシコ 4-2 サムライジャパン9日京セラドーム。野球日本代表サムライジャパンは9日京セラドームでエニオスサムライジャパンシリーズ2019日本 VS メキシコでメキシコ代表と対戦し、2対4で逆転負けを喫した。一時は2点のリードを奪った侍ジャパンだったが、7回に松永、ロッテが逆転を許して敗れた。2点を追う9回1対1、2塁。上林の大きな浮きで1塁走者、京田もタッチアップで2塁を狙ったが、メネセスの好返球にタッチアウト。同点機だっただけに、暴走とも取られかねないが、試合後の稲葉監督は決して攻めることはしかなった。みんな積極的に次の塁を狙う。その姿勢もあった。当然、失敗した部分もありますけど、どんどん失敗していいので、トライしていきましょうと。それで消極的になるのが一番良くない。切り替えてやっていこうと選手に話をした。むしろ指揮官が悔やんだのは自らの打線の組み方だった。この日は1番に上林誠ちソフトバンク、2番に西川遥晃日本ハムを置き、4番には岡本和真を起用。7番には19歳、村上宗隆ヤクルトを抜擢した。打線は初回に吉田の敵地打で先取点を挙げたが、なかなか繋がらなかった。この2戦目の緊張感のある中で先取点を取れた。その後に繋がらなかったのは打順の組み方が違ったのかなと。その辺が反省。10日もメキシコとの強化試合が行われる。今週のプレミア12、2020年の東京五輪へ貴重な実戦機会となる。メキシコの選手は投手も野手も非常に触れている。投手も強い球を投げていた。手強い相手になる。とにかく負けてしまったので、明日切り替えて勝つことを目指していきたい。敗戦にも指揮官は決して下を向くことはなかった。フルカウント編集部。